明るい日差し、淡い肌、スケートが順調に進んで、最後にメガフレアが収まります。これで全場のゲートインが終わります。係が離れてスタートしました。揃いました。さあ先行争いです。間押し気味に行く5番の名称エミュー、内からはアンサマ社長、最内からはアロンプレシャス、そして外からは名称エミューのその外目からのクラッパー、あるいは外13番の長嶋市一国の県内、間をつくようにゼッケン9番鈴鹿ヒューラーつけまして、先端コーに少し固まっております。その後は開いて12番のアフティキングなど1コーナーカーブしていきます。まずコーナーは3番あんたが社長、先手を奪いました。あんたが社長言うてんで、あんたが社長みたいな。3番と3頭固まって外から首を抜かせる。え、そんな名前がおんの。あんたが大将みたいな。内からが半分差1番だのプレッシャー、1馬身の方向ですが、外9番鈴鹿ピューラー続いて、その後は3馬身ほど開きました。各自均衡を間に置いて、外からメガフレア、最内2番のローデルバーンと続いております。で1馬身の方向ですが、4番グリーンピッカー、7番のラボーナは、中段から少し下がったところ、あとは10番、イエラクルーズ、後方から4投目、後方から3投目を背負う14番のコースにメテオール、そして後方から2投目、さあ、キングサムソンが追走して、最後方に背負う11番のハイパーカオーです。3馬3コーナーカーブしていきます。前方から最後方までは10馬身くらいの圏内で3、4コーナー中間、少し3番のあんたが社長が足を振ったが、今度は間を突いた、さあ5番の名称ビルがジャッと進出に連れて、オクラホマ、さらに外からはラブラシー打ちと先団を形成してまいりました。さらに外は黒を一気に、さあ3番のラコーナー、ラコーナーに上がっていって4コーナーと4角を通過、直線コースへと向かいました。ラコーナー先頭と変わって直線コース、ラコーナー先頭と変わって直線コース、しかし挑戦するオクラホマ、一番挑戦するオクラホマ、外からはだって見えてないもん。何番来たんですか。まあすごいな、一周走ってもう一周走るね。なんちゅうの、なんちゅうの、クールランニング、クールランみたいな、違う、クールランでしたっけ、はい、クールランニング、クールランニング、クールランニングは映画でした。待って、結局、タケさん来た？はい、うん、7レース。7っぽいかな、はい、ルメール、ルメールが来たんや、はい、ね、これで、ね、まだ分からん。僕見てなかったんですけど、俺見とったけど何が何か分からへん。今中さんが、はい、あれですわ、うん、中さんの競馬場でボラボラ、うん、あ、しました、宣伝しました、はい、宣伝かい、宣伝です、はい、7でしょ、あ、写真、あ、7来た、7番ですね、はい、6、4関係ないですか、6、4関係ない、タケさんとデンブロさんが入っとったらおもろいっていうことですよね、ルメールね、はい、もう俺、それこそこけるわ、俺、そうですよね、うん、それこそこける、うん、なんで勝ってないね、言うてな、だってタケさんとルメールとデンブロ買いに来たのにな、今日な、うん、最初のやった2レースは違いますね、あ、ちゃいますね、はい、あれはもうパドックだけ見て買いました、これあかんないうことで、はい、ということで、もうタケさんだのにタケさん、ルメール、デムだのにになりました、はい、まだあれ確定してないんですか、写真判定ですね、あ、そんなもう接戦やったんですね、接戦やったんですね、はいはい、なるほどなるほど、まだですね、写真判定なんですか、競馬の判定出すの長いですね、確定するの、やっぱり長いとなると短いときは、あ、そうなんですか、はいはい、じゃあちょっと確定するまでこのままお待ちください、はい、お待ちください、はい、なんかおもろいこと言って、ただ
これ凍ってはないんですよね。勝てない、勝てないですよ、勝てない。もう竹さん、ルメールさん、はい、デムーロさんを買うって言うたけど、買う手で、これちょっとこのレースは僕らすみません飲んでました。ちょっと嬉しい。はい、お腹空いてたから、はい、食べてました。はい、食べてです。うん、ちょっとだけ飲んで。なかなか僕いい絵撮れましたよ。撮れました。うん、はい。あ、事件です。事件です。救急車ですから、事件ではないです。事故です。あれは、はい、トラクター走ってますよ。トラクター走ってます、はい。あれはね、あのゲートを引く。あ、トラクター。そうなんや、へぇ、はい、今適当に言いました。適当やな。写真判定長いですね。長いですね。そう、レース見てませんでした。何しとったん、自分。どんだけ飯食うてるの。あ、確定しました、確定しました。712です。竹豊。はい、はい、はい、買ってたら取ってました。はい、1番は、はい、ルメール、はい、ルメール、デムーロ、デムーロ、はい、だから、はい、1着ルメール、はい、2着竹、3着デムーロ。もう俺ら買っとった、買ってたら買っとったや。3連単取ってましたよ。3連単取ってましたね。はい、はい、これ何分ぐらいするんですか。これライブですか。これ違います、動画、違います、動画です。はい、まだね、ちょっと金額は、はい、まだなんです。まだですか、うん、はい、はい、少しお待ちください。もう、はい、もう買っとけばよかった。だからそれはもう競馬でも多分、はい、あの協定でも、はい、今協定でもって言いたかったやろ。当たってない、何やったかなと思って。残念です。出前です。あ、じゃあ俺ですから。はい、さあ、おつ、おつ手が何ぼつくか、ちょっと入りたいですね。まあ、これ2点ですから。何倍ぐらい。いや、わかんないです。2連単で3倍ぐらい、4倍ぐらい。馬た、うん、馬連基本で買う。うん、そうですね、はい、はい。でもこれ3連単来てますか。今、だから、さっき言ったあのスタンドのベースに座ってるんですけど、はい、まだですか。確定はしました。あ、来ました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 。この音楽、この音楽が来たっていうと、音楽、はい、はい、はい。ババの方に入って、すぐ左手見てもったら、4段目ぐらいのところにベース座ってますけど、410円。まあまあ、3年。あ、でも3連単4戦って言われても、ほぼほぼガチガチやん。そうですね、はい、ガチガチやん。ガチガチですね。はい、はい、で、そしたら終わります。はい、ということで、はい、頑張れぞ。ちなみにこれ勝ってません、勝ってませんけど、この後も僕ら、タケさん、ルメールさん、はい、デムロさん頼みでいきます。はい、よろしくお願いします。待ち待ち、8レース、3人揃い済みですよ。ちょっと待って、どれ。デムロ。まあまあ人気ありますね。人気ありますね。竹。まあまああります。はい、ルメール。うん。じゃあ、ガチガチじゃないですか。これでいきましょうか、まだ。とりあえず。またこれでいきます。ますか。多分これ8連単これで買います。3連単いきます、はい、うん。3連単で買ったらどないな、なんぼすんの。600円。600円。じゃあ3連単いきましょうか。はい、いや、ないでしょ。生まれ。ないでしょ。生まれ。はいはいはい、生まれ。300円。これ、買って負けっていうの。なんていうの、はい、取って損。取って損。取って損もあるかも。いや、でも3倍はつくでしょ。そうですか。なんぼなんぼでも。はい。じゃあ、それでいきます。はい、いきましょう。はい。はい、もうパドックも何も見ずに。見ずに。もうこの3人だけで買う。3人だけで買う。はい、今日は。はい。はい、じゃあ、落ちます。書くのはいいですか、取らんで。うん。もう、まあ、その流れで、もう書きましょうよ。何ですか、はい。はい。もういい、はい、はい、はい。ボックス、ボックス。はい。まだ、はい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 、書きます、はい、書きます。じゃあもう、はい、買ってきましょうか。はい、じゃあ今日の勝負ペン、じゃーん、青色です。青出た。青です。僕ね、勝負ペンは青なんですよ。はい、じゃあ、本気ですね。うん、京都競馬ですね。京都競馬、京都8レース、8レース、8レースで、何ですか、馬連、はい、馬連で、はい、ボックス、ちょっと待ってくださいよ。デムーロ、竹豊、ルメール、357、357、はい、じゃあ357、100円、1000円なんか買うわけないよ、そんなん。じゃあこれを買いたいと思います。はい、はい、じゃあ一旦終わりましょうか。はい、ありがとうございました。さよなら、またね。
よし、これは、はい、はい、買ってきましたよ。買ってきました、はい、これが8列、はい、京都競馬場8列、タケさん、ルメールさん、はい、デムーロさん、はい、どういうことか分からんけど、騎手だろうね、この3人ね、買ってきました、はいはいはい、生まれということはどれが1着2着来てもいいんですね。そうです、1着2着の入れ替えは、はい、OK です、ですね、はい、今日僕ね、この馬券を買ってる金額より、はい、食べてる金額の方が多いです。あまあまあ、はい、でもね、最後にドカンとメインで当てますから、うん、メインで買って帰ろう、あっという間に回収できますよ、ということで、うん、これは唐揚げ食べたい、唐揚げ食べたいじゃん、はい、うん、あ、大丈夫か、ソーセージはもう食べたんですか、日本とも、うん、はい、まだもうちょいですよ、うん、映らないですか、まだ見せますよ、今ボッツさんと、はい、今日は京都競馬場に来てます、はい、楽しいですね、ご存知だと思いますけど、なんで今まで自分家の方が楽しい言うとったやん、そんなんボラボラとか嫌ですよって言うとったやん、そんなん、三つ子の魂46まで46だって変わった、はい、生まれ変わりましたということで、はい、8月357、はい、もう始まりますよ、あ、はい、ちょっと待って、あ、ファンファレ始まります、じゃあ僕、はい、ちょっと撮影しますね、撮影しましょう、はい、じゃあ遅れんなよ、はい、いい顔しです、あ、これおっさん、どこにおっさん、おっさんって言い方悪いじゃん、あ、おっさん赤い旗、そうそうそう、あ、おろおろ、そう、うん、あ、今ちょうど今のゲートパカッと開けたゲートに入りますね、サラベット系3歳以上500本円以下芝 5000m の縦ですか、16分正面スタンド前のゲートイン、芝田と振り用のコンディションに入れられる両場が芝 5000m、 パカッと音聞こえるんですか、へぇ、あ、本当に、さあゲートインですが、あと1個何が来たらいいんですか、3と11と何かでしたね、あ、はい、スタートしました、さあ先行争いです、少し7番のシャドウになるでは後ろからのレースになります、さあ先行争い、間から5番の名勝負勝ち待ち、内から2番のキングパール、間からは4番のスターベスサンタとホールを形成していきます、さらにこの圏内外に8番のフレッシングフェレサが追走して、最後のコースを取った1番ギョーアベルナルド、さあ1コーナーカーブして、これから2コーナー専用バスの5番名称たちまち逃げてリードは5馬身です、2番手2番のキングファールをつけています、3番手さらに1馬身半差、8番のフレッシングフェレサで2コーナーです、そしてそのあれ1番前めっちゃ速いで、ぶっちぎりやで、2コーナーから2コーナーです、うん、そしてその後方からは13番アグネスリバティに追走して、ほんまに？どっちかやって、そうな、あの思いがあるだかなんや、あれ竹豊か、あ、じゃあいいですね、いいですね、はい、はい、残れー言うんですね、はい、わかりました、させちゃいますね、わかりました、スーパーカーを一番問題加減か、そこで6番の名形レジェンドが上がっております、最高峰からコースの順番のアドマイヤローが、さあ各馬が3、4コーナー中8点にかかります、ゲーム配置に逃げます、名称の立ち方のリードはまだ5馬身以上あります、最高コーナー中間6点になりました、そしてその後3番の2番目に上がっているのが、はい、スーパーカーです、そしてその後は、はい、残れー残れー、そのまま5番目集団から押し通して、アブネスの馬中3番目に上がっています、どうなった？はい。タケは5であかんかったんですけど、うん、デブロとルメールが、はい、最後追い上げましたが、はい、6残りました。あかんかった。でも優先行ってましたよ。あかんかった。最後の最後まで楽しみましたよこのレース。どうないだよもう。ボッツさん、僕ら3連敗ですよ。こんなもんでしょ。はい。そう思うんですよ。まあ、はい、当たらんよ、はい、とも。今、掛け金なんぼですか、僕。300円。1300円。1300円、はい。今日1日で1300円使いました。それよりも、
食べてる方が多いです。はい、おいおいおい。残念。食べて飲んでしてる方が多いと、はい、いうことで、はい、もう確定よろしいですか？よろしいね。はい、外れましたね。はい、と、はい、いうことで、9レース行きましょう。9レース、10レース、はい、9、はい、9に向けて、うん、ここから本番ですから。ちょっと直視しますね、お腹すいたんで、はいはい、はい、じゃあ終わります。はい、ポチッとな。あかんの自分。いやいや、誰ですかこの3人で勝負しようって急に言い出したの。俺いきなりですよね、これ何も関係なんて言ってましたよね。ちょっと次、はい、9レース上げて、9レース。メインは10レースやろ。メインは10レース、11なんだから、うん、11に向けて、11向けて10はちょっとお休みして、うん、10じゃないよ、9はやろうか。9はやりますか。 9、はい、9はこれですね。はい、ちょ、今日の勝負レースって感じですよ。ちょ、今日の勝負レースが勝負ちゃいます、俺。でもな、ほら、もう11レースせんでええんちゃう。11はしましょう。11はするけど、あ、するけど今日の勝負レースです。今日の勝負レース、はい、はい、これどうやって買うんですか。これ誰が勝負レースって決めたん。これはまあこの新聞がですね、うんうんうん、今日の一押しですわ。はいはい、今日の一押し、これ9レースは9を押してるってことですか。そうですね、9を言うたら、うん、おー、ルメル。ちょっと待って。11が11なんて読むんですか、それ。みゆきですね。みゆき、みゆき、みゆきはまあ置いて、まあ俺に読ませちゃうな。サッチエって読ませちゃうな、自分は。はいはい、あ、うん、でも、デムーロとルメルいますよ。あ、ルメルいます。はいはい、はい、どうします。揃い踏み。うんうんうん、じゃあこれも9から。9、10、15、生まれ。買いますか。買いましょう。買いますか。今日の、はい、勝負レース。またタケさん、ルメールさん、はい、デムーロさんで勝負ですね。はい、はい、わかりました。ミユキはどうします。何が。ミユキ入れます。入れますか。入れます、ミユキ入れます。4と、はい、4と。ちょっと考えましょう。はい、じゃあちょっと一回終わります。はい、はい、こっちとな。もう散々や。